ここちょっと難しかった気がするんだよな。てかあれアイテムがいっぱいあんだ。レギュラーアップ、虹をね、上のやつを、おお、アルマジロ2か。これさ、こうだよね。オッケーオッケー。あぶね、あ、よかった。こいつがさ、ブレーキ性能だからさ、壊されるんじゃないかなって思ったけど、大丈夫だったんだけど、大丈夫だったんだけど、大丈夫じゃないな。うまく、ほい、スイッ。412、微妙な回復の仕方してる。アイアンシェル 2D。 威力は100か、いいね。 D もないよね。 D と L をちょっと見ていきたい。アイアンシェル2、ファイアパンチ1、ジャンゴか。だとエイルでもなかったね、全然ね。ハイキャノン、コーンショット、アイアンシェル、エアホッケー、エアホッケーか。L 結構あるか。踏み込み弾、踏み込み弾2個あんのか。踏み込み弾あるんだったら入れとこう。そしたらアクアニードルに J を抜くか。あーでもなー、 K 抜くか。でカモンスネークはいらない。でエアホッケー入れる。アクアニードル2ももったんないけど抜くかね。でコーンショットよりはハイキャノンですね。アカニードル2もいいんだけどね、ちょっとコードが合わないから。700ゼリー、あとはもうないかな。雲に乗っていくんだけど、これ説明聞いた方がいいのかな。ひえ、大嵐です。悪天候は何が原因なの？台風ウイルスが侵入したせいです。あれのせいで大雨は降るし、道は雨雲で防がれてしまうし。ああ、憎たらしい。何とかする方法はないの？あるとすれば、このエリアに7個の疑似データが散らばってます。上にやるばっかりですね、ドーナツ見ての。それを全部集めればレインボーパワーを使えるようになるので、そのレインボーパワーで台風ウイルスを輪っかで囲めばおそらく。レインボーパワーで台風を囲む。うん、なんとか僕はやってみる。本当ですか、お願いします。あと、二次データは上空に散らばっています。私の横の道をたどっていけば、移動用の雲がありますので、それに乗ると上空に行きますよ。ただ、移動用の雲は非常に脆いので、数種影響を3回受けると消えてしまいます。気をつけてください。別に消えたからって言ってね、なんかダメになるってことはなかった気がします。エアレイドね。あ、でも、あーでもな、カウントボムな、あいつが効かねえんだよな。でも止めてくれるか。ダメか、効かんかった。大丈夫これ。あ、ダメだった。こっちに来る系はちょっとめんどくさいから、好きじゃない。ギリ当たってるよね。フルカスタム、よいしょ。でもこいつらな、エアレイドだからな、エアレイドがどれぐらいするかはまだわからないんだけど、うん、ま、手に入らないんだけども。で上行って、とりあえずこれを回収して、これは最後だね。3で、どこに何があるかっていうのをちょっと見といて、しっかり、これ移動が早いからね。で当然ウイルスは出ません。スピリットガン 3S90 だって。で S でしょ、 S は結構いいよね。ここに入るから、あ、ヘルズバーナー2が、まあいいか、ヘルズバーナーの方がいいか。でこれが大回りしていかないといけないやつか。だいたいミステリーデータって2個ずつあるんだっけ。あとはランダムミステリーデータが1個。俺、虹のね、7色のあれが分かんないんだ。ああ。でもこれさっきダメだったよね。くそ。同じタイミングで置いちゃダメなんだよね。ソード、ワイド、ローン。うまくいけば、くそ、もう一歩、あいつ止まりやがった。くそ、誰が。じゃあカラーポイントを見ましょうか。
自分の前の一列が敵エリアになる代わりに、あ、穴開きだとダメなのか。1枚につき10ポイント攻撃力、10ポイント10ダメージほどポイント10ダメージ上がりますと。ミステリーデータが欲しい。ここがランダムですね。赤ニードル1か。で、あれに当たるとダメージを受けちゃうから、あれに当たらないようにして、あれを囲まないといけないんだけど、囲むのが意外と難しいんだよね。これで雲を読みながら A ボタンを押せばレインボーパワー、それ使って大砲ばかり囲むんだ。あいつ意外と動くからね、意外と操作の仕方が、お前変なとこいんな、変なとこいんな、あ、よくわかんねえよ。その前にもうちょっと囲んだんじゃないかな。あ、びっくりした、結構今長かったな。で、ここで降りて次のエリア、エザークのデミッチ3までだよね、きっとね。戦車砲だ、どうすっかな。戦車砲も厄介なんだよね。これあいつ後ろに1マス撃つんだけど、前に出てきて撃つんだよね。前出てきすぎだよ。で、一番奥にヒットすると縦3マス、一番奥のね、縦3マスに当たってしまう。ヒートマンが届かない。これちゃんと EX 先にやっとけばよかったよね。マシンガン2か、戦車砲の方が欲しいよな。踏み込み弾は届くか、これ届くっけ。届くね、踏み込み弾と奥まで届くのがいいですよね。降りて下、さあベザークの電脳に、もう初めに上行っちゃった方がいいかね。ミステリーデータ探してる間にさ、じゃあどこだこれ、あった、下でエンカウントするのもめんどくさいからね。うわー、下エレキパルスめんどくさい。あー、待って待って、踏み込み弾、踏み込み弾、考えよう。踏み込み弾はここに使えるんだよね。で、カラーポイントで20アップ、よし、 OK。 戦車、エレキパルス L、 エレキパルスルイージ、エレキパルスってエレキパルスって何で入ってたっけ。 J で入ってるのか。じゃあ J 抜いて L にする。で、ここの J もね、ちょっとそのうち変えていきましょう。どこ行けばいいんだ。結局なんか探索してるみたいな感じになっちゃったね。ローリングログは丸太か。じゃあ、あとはミステリーレート固定が2つあるはずだから、じゃあ上に浮いてるかな。また君か。待って待って、エアホッケー当たる、いや、やめとこう。とりあえずまず戦車砲を倒そう。こいつちょっと落ち着けばカウンター割と通りやすいっぽいから、まあいいや、ヒートマンじゃ倒せないな。エアホッケーさ、食らうんじゃないかなって思ってるんだけど、でもカウンター取れたからいっか。こっちだね、一体化した。で、何もない。で、紫バラ、キッセ、あ、シールドか。ナビカスプログラムだよね。ダメージを受けるときに左 B でシールドを貼って、シールドを貼るだけだっけ。踏み込み弾だな。とりあえずカラーポイント、この組み合わせ厄介ですね。で、エレキパルスが俺があんま好きじゃないんだけど、戦車砲なー、かっこいいやな。エレキパルスにエレキパルスを割っていこう。来いや、えい、
出ないね。こっちに青峰くんがいると。エアレイド吸い込み、ドールサンダー、あ、そうか、なるほどね。とりあえずこいつさえ倒しとけばカウントボムで問題なく。うわー、待て、あぶねえ、後ろにこれ押されるからさ、戦車も食らっちゃうんだよね。エアレイド G。 はい、で次、緑馬、黄緑かもしれないですね、黄緑馬くんですね。これどこ行ってんの、場所わからん。で結構遠いな。水色、オレンジは誰がいる、オレンジって誰かいたっけ、いないよね。奇跡の世代は5人だもんね。 HP メモリー5人だよね。でもあれだよね、水色はさ、クロコッチが結構水色だったりするよね。オレンジは高尾か、あと1個、オレンジってか大々ね。あと1個どこだ、赤石パイセンいた、パイセン、ブシャッ、これ意外と直前で動くからマジでやめてほしい。あ、絶対囲んでると思うんだけどな、これ。うわー、どうすれば囲んだって扱いになるんだよ。まあ落ちるだけだから別に問題はないんだよね。囲んでると思うんだけどな。でアルマジロかける2はこれはもうそのまんまヒートマンで倒せない。フルシンクの状態だと思っていた。まあこれ縦でこいつらが一緒にいるからいいよね。あ、ちょっと待って、はい、やっぱ出が早い。もう一回じゃあヒートマンですね。あっ、あ、よかった、届くね。落ちない。あんまりインを攻めちゃうと、これ囲んでることになんないのか。ケツを合わせないといけないってことか。囲んでることにならないらしいです。なんでい、そして先回りすごいなこいつ。なんだろう、いまいち腑に落ちない。こいつの動きがようわからん。一回動いてさ、止まったところを狙えばいいんだな。囲んでると思うんだけどさ。ああ、やっぱしあれか、ケツか、ケツをちゃんとやんなきゃダメってことだな。ずっと出し切っちゃダメだ。出しっぱなししてることによって逆にダメになってるってことだね。ちゃんとケツとケツを合わせないと囲んだ判定が出てくれないんだね。カバジーがここに来て出てきた。ヒートマンでまずカバジー倒してほい。で、カラーポイントでいいでしょ。ほい。ここまでで当たるよね。下のあそこの黄色が出てれば当たると思うんだ。チップが全然落ちない。でもお金が溜まってきた。もう4000銭に稼いだんじゃないこれ。ミステリー出たの分もあると思うけど。あったあった。メガエナジーボムアスタリスク。そんなものが入ってるんだ。すごいな。アスタリスクであるのすごいよね。よし、ボスまでいけるかな、エレメントマン。アツシが。うわ、これどうすっかな。エアレイドさん先に倒したいな。君先だよな。よし。そうすればあとはもう縦だからのんびりできると。ここら辺は、ロンソード、ホワイト、ロング。スイッ！
口開くときなのかな、カウンターってね。あ、後ろやっぱ天気だ、変わってますね。あー、でもドルサンダーか。あ、だってドルサンダー効かないんですよ、見ててください。えい、雷属性だから効かないんですよ。 HP 回復してダメになっちゃう。でカウントボムやると上のミステリーデータ壊れるから待っとかないといけない。ブーメランだと先に倒せるから、そもそも弱点じゃなかったっけ。はい、エレキはね木に弱いんだ。ドルサンダー19。お金チップが欲しかった。そろそろチップ不足な気がしてきたよね。でここか、ここはミステリーデータ。スピンピンクはいいね。てか一回ダミカスいじりましょうか。広くなってスピンピンクだからね、これが回転するようになりましたね。シールド防ぐ、シールドか、跳ね返すのはリフレクトか。ラピッドチャージ、 HP 入れとくか。俺 HP ってあんま入れないんですよね、いつも。そうしないとね、あれがわからないんで、ロックマンの HP がわからないから、最大 HP がわからないから。ちょっと恒例にしておきますね。で HP 欲しいなと思ったら入れます。いい戦車砲、戦車砲カガジ。じゃあカガジまず倒しとくか。で、次のターンにこいつエリア奪ってくるからね。まあ相手エリアにしてくれるんだったら、その分カウントボムの範囲は広がると思ったけど、それよりも先にもっと簡単な方法があったんで、夢剣でぶった切りましょう。えい、戦車砲 A なんだ。でも威力高いんじゃなかったっけ、戦車砲ってね。120ですよ、ほら強え。あ、トレインアローがいるって。リフレクメット、ホーリーパネルは1マスでだけだからね。サンクチュアリーとはまた別だから。あ、これまたあれだな、ボス戦がまた次のパートの頭に来るやつだな。ミステリーデータが1個、ランダムと、ランダムって1個取ったっけ。メガキャノン、あ、ロールと一緒ね。メガキャノンじゃんこれね。180、メガキャノンってそんな強かったっけ。あ、待って、コード EEHHJJJLLR、 威力高いの入れときたいよな。アイアンシェル抜いてメガキャノン R、 威力高いの欲しいな、とりあえずね。アイアンシェル2枚よりはメガキャノンの1枚の方が強いから、残念ながら。そういう感情でいきましょう。青、ああ、またこれだー。ヒートマン、ヒートマンフルカスタム、いいか。とりあえずこれさ、ダブルいけるかな、偉いかな。ダメだな、あいつが出てくるのが遅い。届くかな、あ、届いてる、ラッキー。一応乗ってたらしいです。はい、あとここに1個あって、あっか、ミステリーデータってさ、全部取りましたっけ。よし、揃った揃ったけど、ちょっとまだ回収しきれてない気がする。もう覚えていないんだ。ヒートマン100180で確実に、とりあえずめんどくせえなこいつだから。180ってすげえな、1体葬れるってことですもんね。ほい、あ、よかった。あ、待って、踏み込み弾でいいや。あ、踏み込み弾飛ばしたらどうなるのかな、それちょっと見てみたいですね。ちょっと次検証してみましょう。せっかくのカウンターがもったいないけど。ここ来たっけ、来てない、 OK。 リカバリー 120F ん、 F ってもう入れたっけ、抜いちゃったっけ、抜いた気がするな。
ヒートマン。ドールサンダーもっと欲しいんだよな。アイアンシェル 2C。あれ、アイアンシェルって他何だったっけ。とりあえず、高いバスティングレベルを取ると、よしよしよし。コードが違うやつがね、手に入りますから。って、なんでそんな端っこに行くの？なんでそんなこっち来るの？よしよしよし。あともう一個？あ、終わったのか。あ、立ってる。二個か。で、軽く周りを見渡して、大体回収しただろうなっていう、なんかランダムミステリーデータ1個しか回収してないような気がするけど、実は2個回収したのかもしれない。あー、なんだっけ、ね、メガエナジーボームが出てきたんでしたっけ。雨が降りそうな雲してますね。ダメージによって下の雲の色も変わってたってことでしょう。さあ、次回はエレメントマンからやっていきましょうかね。では、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回以降もよろしくお願いいたします。さよなら。